ハール・ビール・ヘルム・パウル・フォン・ビューローは、ドイツの軍人、陸軍元帥。第一次世界大戦の際ドイツ第二軍を率いて、マルヌ海戦に参加した。ベルリンで由緒ある、プロイセン貴族の家庭に生まれる。プロイセン陸軍に入り、広島戦争に従軍。不仏戦争の際は、大尉として、参謀本部にあった。1884年、大佐に昇進し、 この F 票第9連隊長。1897年、プロイセン軍事将で局長。1903年から1912年まで、プロイセン第三軍団長。第一次世界大戦直前には、第三軍監察長官を務めていた。大戦勃発と同時に、第二軍司令官となり、シリーフェンプランの作戦計画に従い、ベルギーに進攻して、ナミュールを攻略。 迎撃するフランス第五軍の攻撃をシャルルロはサンクアンタンで撃退。アレクサンダー・フォンクルック率いる第一軍と共にパリを目指した。しかし、両軍の間が 50km 以上開いたため、ビューローは最右翼にジンドル第一軍に対し、その左側にジンドル第二軍の右翼を援護するように命じた。これによりマルヌ海戦は発生する。シリーフェンプランと異なり、 第一軍は、パリの背後に回り込んでの西方からではなく、北東から攻撃をかけることになった。フランス第六軍は、守りの薄い第二軍の右翼を攻撃して、第二軍を後退に追い込み、第一軍と第二軍の間撃を広げることに成功。その間撃に、イギリス海外派遣軍が突入したため、まず第一軍が、ついで第二軍も、AN 川までの後退を余儀なくされた。 こうして、パリ攻略の機会は失われた。戦争が残豪戦となって膠着していった1915年1月、元帥に昇進。しかし2ヶ月後に、心臓発作を起こして構想され、軍司令官を退く。1916年に退役。再起することなく終戦後の1921年に、ベルリンで死去した。ありがとうございます。